長靴長靴ベスト記録が更新されたけど、あゆなさん、おはよう。おはよう。よく眠れたですか？うんうん、ぐっすりと。桃たちはバッチリぐっすりよ。よかったよかった。同じくやね。朝ごはん食べるです。あ、今回多分あの新しくまた作れるようになったご飯が増えたと思うけん。じゃそれ作ってこ。何回もお顔を見られて。次増えたのなんやろ。あれは次に増えるやつって別に。ミルクたちもお顔も。名前はわからんのか。料理の名前。見てくださいね。もちろん。今日は何をしましょうか。まあ、まずご飯を作って。何しても楽しいよ。でその後まあいろいろとね。はい、とりあえずご飯作ろう。はい、新しく増えたピザトースト。お、いいねいいね。なるほど、トーストからの派生や。チーズたっぷりピザ風トースト、侮れない美味しさ。ピザトースター美味しいよ、うん。で、これの次がチキンライスを2回作らんといかんのか。なるほど、オッケー。はい、ピザトースト作っていこう。連打で素早く切りましょう。よし、こい。スタート。上手です。こいこいこい。マッシュルーム上手です。そして食パン。マッシュルームも美味しいよね。すごいすごい。はい、食パン。なんか食パンの量増えたな。上手です。しんどいしんどい。結構ギリギリな感じじゃない。私連打得意じゃないけんね。お、いいねいいね。5秒。よし、今度こそ1、2、3、4、5。おいしくなあれ。どうや。おー、でも5分台ではある、うん、いいんじゃない。969。いいぞいいぞ。待ちきれないよ。はい、どうぞ。いただきます。おいしそう。普通においしそう。ごちそうさま。はい、はい、それじゃあガーデニング。今回多分新しい花が咲くと思うけん、それはちょっと楽しみよね。あの星形の種は今回初めて植えるけんね。ん、あの2つは今までもあったやつかな。どうなんやろ。ん、あれは白菜じゃないか。ん、これはカモミール。これ新しいね。はい、そして次シクラメン。これも新しい。やったね。はい、そしてコスモスも新しい。あれやね、季節関係ない感じやね、ほんと。はい、そして白菜。これは前もあったね。そして秋のバラ。これも前回もあったやつだよね。さあ今回また新しく植えていきたいんやけど、はい、 5% の確率にかけまして、もうちょっとパーセンテージを増やして増やして、でここ 35% の確率にかけたい。さあそしてここが 20% ね。そして 35% 育ってね、きっちりと。はい、それじゃあプレゼントを買ってきて渡そうかなと思うから、お出かけでショップ。前回終わりぐらいに木琴を叩いたりとかしよったと思うんやけど、じゃあプレゼント。はい、2人用のこれ紙袋。猫ってさ、なんか袋の中入っていくのめっちゃ好きじゃない。なんなんやろうねあれ。この辺は家族レベルが上がると渡せるようになると。はい、それじゃあこの紙袋をプレゼントします。はい、どうぞ。紙袋をプレゼントしました。紙袋です、うん、ありがとうです。これ中に何かあるかと思ったら、紙袋自体ってことよね。この紙袋どうやって遊ぼうかな。入ればいいと思うよ。紙袋だけじゃなくて普通のさ、ナイロンの袋も好きなことない？猫。
中に入る。ビリビリには破らないでね。猫の前に紙袋があったら入るしかないよね。そうなんやね。実は箱とかもめっちゃ入っていくよね。小さい箱でも入ろうとするけどびっくりするんやけど。あゆなさんがくれた紙袋丈夫でナイスね。ナイス、よかったよかった。これなら遊んでもなかなか破れなさそうです。あゆなさん、そうありがとう。大事に遊ぶです。遊んでね。ってことはこれからなんか2人が入ってるところが見れたりとかするんかな。絶対可愛いやつやんね。確実に可愛いやつやん。はい、それじゃあこの辺は家族レベルが増えていくと、メイクルームはどうやって解放されるの？何も書いてないね、別に。じゃあちょっと魚釣りに行きましょうか。久々の、あ、この辺増えとるけん、さあ釣れるものがまた増えたよ。さあ来い。今です。はい、オッケー。すごいです。お、金のメダカ、いいねいいね。猫たちが持つと2センチの大きさよ。なんだ君たち、大きさがよくわからないぞ。さあそして、あ、ごめんごめん、餌を1個無駄にしてしまった。はい、さあ来い。食いついてます。はい、さあ次は金の昆布。昆布、びっくりした。めっちゃ気持ち悪いものにしか見えんかった今一瞬。お魚ハンターレベルをねもっと上げていきたいんよね。あ、これじゃないや、これじゃないけど、とりあえずこれはこれでやっておくか。はい、へい。やっぱこの中に触れた時に引き上げんかったらダメなんやね。さあちょっとここの魚たちも全部コンプリートしたいんやけど、餌の数が足りんかもしれん。はい、すごいです。また金のメダカか。くっ、もうお金も順調に増えていきようんやけどね。お願い、かぶりなしできてほしいです。今です。はい、お、ナイスやん今の。お、シマガラエンジェルフィッシュ、いいね、かわいい。こういうのさ、なんか家で買えたらいいのにね、水槽とかで。ああ、また間違えた。また間違えたよ。それじゃない、その餌じゃないんだ。頑張れです。はい、長靴。長靴、ベスト記録が更新されたけど、更新はされたけど何の記録。はい、そしてあと3匹なんよね。さあ来いよ。今です。はい、お、どうだどうだ、取ったぞ金のアユ、いいね。あと2種類よし、これはいけれるんじゃない。しかもお魚ハンターレベルも4に上がりそう。さあ来いよ、あと2種類。はい、あーダメ。はい、どうだ、取ったぞ。あー、金のメダカ。あ、お魚ハンターレベルアップした。大きな魚が釣れるようになりました。やったね。大きな魚っていうのはサイズ的な問題？じゃああんまり大きい魚いって取れんかったということですか。はい、お、ぴったり、やった金の昆布。くそ、大きいのが取れるようになった件更新されたってことかな、ベスト記録。なかなかな、あと2種類が取れないな。餌が足りなくなるんじゃないか、これは。食いついてる。来いよ。なんだくる。くー、あゆや、全然ダメだわ。なんとか釣りたかったんやけどな、なくなってしまったよ。なくなってしまったよ、くっそー。はい、それじゃあエピソードを見ていこう。
回メインエピソードやね。初めての喧嘩と仲直り。あ、これはあれか、風船とかのあのつながり。あらら、おお。ももちゃん紙袋をかぶって何かをしようとしてますね。お化け、ドロドロドロ。まるで暖房かのような。かわいいけれども、これにびっくりして怒るってことかな。お化けなの。かわいい。怖いです、お化け怖いです。ミルクは何。本当にビビってる感じ。追いかけてる。ミルクちゃんを食べちゃうぞ。やだ。ミルクちゃんが怖がって大泣きしています。止めてあげましょうか。尻尾出て、尻尾出てるよ、尻尾出てるよ。な、なんでバレちゃったの。そりゃバレるよ。むしろなぜバレないんだ。紙袋を放り出してももちゃんが出てきました。あれ、ミルクちゃんの様子がおかしいですね。小刻みにプルプル震えています。はあ、怯えてしまった。どうしてミルクがお化け嫌いなの知っててこんなことするでしか。なぜ急に巣が主になった。今までちゃんと喋れてたじゃないか。あれれ、ミルクちゃんすごく怒ってる。今まで見たことないくらい怒ってます。ああ、ももちゃん反省。楽しいだと思ったんだもん。まあ、ももちゃんとミルクはね、多分根本的に性格が違うんよね、趣味とか。こんなの楽しいじゃないでしゅ、ひどいでしゅ。何、泣くときにはでしゅに変わるの。そういうことだって、楽しい思いませんでしゅ。ミルクちゃんはもっと怒ってそっぽを向いてしまいました。ももちゃんは困ってまごまごしています。困りましたね、どうしましょう。ももちゃん、ここまで怒られたらやっと反省するのね。あら、ももちゃんがあなたを呼んでいます。どうした。ミルクちゃんのことを怒らせちゃった、謝りたいよ。なんて言えばいいかな。ふんふん、それは、それじゃこの中だったらどれがいいと思う。こういう状況でもちゃんと選択肢を出してくれるのね。ごめんね、許してちょうだい。すまん、やっぱりおし、すまんすまんすまんって言えばミルクちゃんとも、人間界なら多分怒られる。ミルクちゃんもあなたを呼んでいます。なるほどね、喧嘩の仲裁的なね、仲直りしたいです。ミルクちゃんにも仲直りの言葉を教えてあげました。すまん、ちゃんと伝えなきゃです。いや、二人とも男らしいわ。2匹が近くにやってきました。もじもじとしてどうにもタイミングが測れていない感じ。タイミングを教えてあげましょう。1、2、3。すまんすまんです。お、ですに変わった。あなたに教えてもらった言葉を言いながら2匹が頭を下げました。ところがタイミング合いすぎて頭と頭がごっちんこ。これはアハハってなるやつやね。開いた。痛いです。2匹が頭を押さえて顔を見合わせています。そして、あー、よかったよかった。ナフフ。2匹は笑い合っています。そして手を差し出して仲直りの握手。よし、これで仲直り、よかったですね。こうやってより一層仲良くなっていくんだね。喧嘩するほど仲がいいというから。お、家族レベルアップ。やったね、家族レベル9。あゆなさん、面白いお店を見つけたんです。お、行ける場所が増えた。あのね、メイクルームって言って、猫でもメイクをしてくれるお店なのよ。猫でもメイクを、行ってみたい。ミルクたちも行ってみたいです。だよね。メイクルームでは猫の毛に優しい素材を使ってて、イメージチェンジをしてくれるらしいんです。なるほど、今度一緒に行こうね。ぜひぜひ。猫たちにメイクをすることができるようになりました。お出かけのメイクルームに行って目の色や毛皮の色を変更してみましょう。毛皮の色、
目の色もカラコンを使用するんすか君たち。メイクショップに行けるようになりました。目の色や毛皮の模様を変えることができます。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やっと、まあ、家族レベルが9になってメイクルームが使えるようになったわけやけど、まあ、とりあえず要は飛び盛りと同じような感じってこと、まあ、毛の色と目の色だけ。まあ化粧じゃないよね。メイクって言っても